今回は、ちょっとしたスマッシュの参考にしてほしい動画だよ。手前のマレーシアペアの後衛が、王選手です。今回は、ゼロポジションについての解説だよ。初心者向けの動画だけど、知らない人は見てってね。まずはゼロポジションの説明から入るよ。ゼロポジションは、簡単に言うと、肩から上腕がまっすぐになっている状態を言うよ。まずゼロポジションのメリットだけど、肩の筋肉がバランスよく使えることから、怪我しにくい、力を効率よく伝えることができるよ。つまり、ゼロポジションが正しいフォームのモデルと言えるんじゃないかなと思うよ。ここで郷選手を見てほしいんだけど、肩から肘までまっすぐ、左手も綺麗に平行だね。ラウンド側も綺麗にまっすぐになってるね。ポイントだけど、左肩を下げることで自然な形で右肩が上がるよ。つながりを意識して上手に体を使おうね。というわけで、ゼロポジションを意識して郷選手みたいなスマッシュを打ってみよう。 Look at the elevation. Game point.Dominated in every department, and what will particularly worry, two aspects will particularly worry Ellis and Langridge. First, they haven't been able to. 最後に練習方法です。鏡や動画で自分のフォームを確認してね。以上、ご視聴ありがとうございました。